ここをまず理解しておかないと、がむしゃらに動画をアップしても意味はない。サルウェブン、ノリです。YouTube に動画をアップするからには、やっぱり見てほしいですよね。じゃあ実際にどうやったら見てもらえるか。まあタイトルとかジャンルとか、いろんな要素があるから、これだけやっとけば大丈夫っていうのはちょっと難しいけども、少なくともこのチャンネルで実際にやってみて、実際に結果も出ている方法を、今日はこの動画で皆さんにシェアしたいと思いますので、YouTube で動画の再生回数を増やしたい人は、ぜひこの動画を最後まで見てください。このチャンネルでは、この YouTube のチャンネルをゼロから今現在で、1554人チャンネル登録者数を集めるまで、そこまでやってきたことを日曜日にシェアしています。今から YouTube を始めたい人、すでにチャンネルは持ってるけど、登録者がまだ1000人に届いてない人、チャンネル登録して日曜日に配信する動画を参考にしてもらえれば、この俺よりももっと早く1000人達成することは間違いなくできると思います。日曜以外の普段は動画制作のハウトゥーなどをここカナダからシェアしています。YouTube を伸ばすためには動画のクオリティも大事かなと思うあなた、ぜひチャンネル登録してもらって動画のスキルも一緒に上げてもらえればと思います。動画を楽しみながらスキルアップをしたい人は、オンラインコミュニティ動画の力にぜひ参加してください。動画の力ではビデオグラファーの俺が動画制作の初心者でもサポートしますし、動画が好きで一緒にサポートしてくれる仲間がいます。リンクはこの動画の詳細欄に入れておきますね。動画が YouTube で見られる仕組みってどうなってると思います？ここをまず理解しておかないと、がむしゃらに動画をアップしても意味はない。YouTube にはもう数々の動画があって、今のこの瞬間にも動画ってもう世界の各地からアップされてるわけですよ。スタティスタっていうデータの分析をしている会社によると、1分間に5000時間以上の動画が YouTube にアップされてるんですよ。1本が10分ぐらいの動画だとすると、1分間に3000本以上の動画がアップされてるわけですよ。その中で自分の動画を見つけてもらわないといけない。結構これって大変だと思いません？これだけ聞いてもね、アップしたからもうはい終わりっていう風にはちょっといかないんじゃないかなって思いますよね。じゃあその YouTube の中で動画を見つけてもらうには、もちろんタイトルとかキーワードとかタグとかもすごい大事なんですよ。例えばこの動画のタイトルでなら、YouTube で動画の再生回数を増やす仕組みとその方法っていうタイトルにしたのは、検索しやすい、検索に引っかかりやすいキーワードをこのタイトルに入れたからなんですね。でも今日話したいのはそこじゃなくて、もう一つ。検索してなくても YouTube で動画にたどり着いてもらって見てもらうことができるその方法。それが関連動画に載ることです。動画を見ると、コンピューターならその動画の右側、そしてモバイルで見るならその動画の下の方に違う動画、関連した動画が出てきますよね。それが関連動画です。ここにいかに自分の動画を露出させるか、これが大事なんですよね。例えば俺のチャンネルで一番ヒットしてる動画の例で言うと、動画再生で必要な知識のフレームレート、これを理解するためのハウトゥー動画なんですけども、総再生回数が28,800 ぐらいなんですね、今現在で。その中で YouTube の検索からは 17,400 なので、全体のトラフィックの大体半分以上なんですよ。これはフレームレートのことを勉強したいと思って検索した人、その検索の結果からたどり着いたトラフィックの数ですよね。でも注目してほしいのはそこじゃなくて、その次に視聴回数に影響を与えてるのが関連動画。関連動画からは7100で、全体の視聴回数の4分の1も占めてるんですよ。これって大きくないですか？なのでこの関連動画を押さえていきましょう。じゃあこの関連動画に載せてもらうためには、 YouTube に載せてもらうためにはどうしたらいいか、 YouTube に関連してることを教えてあげましょう。 YouTube は動画に広告をつけることによって、その広告主からの広告費で事業が成り立ってるんですよね。ということは YouTube は
なるべく YouTube の中に視聴者にいてほしいわけなんですよ。 Facebook とかインターネットの他のねプラットフォームに行かずに YouTube の中で解決できることは YouTube で解決してもらって YouTube での時間を過ごしてほしいわけなんですよ。なので YouTube は例えば一つの動画を見ました、すると、あ、この動画が好きなんだったらじゃあこっちの動画も好きなんじゃないっていうふうにおすすめをしたいわけです。これが関連動画なんですよね。そしてこの関連動画 YouTube にね関連していることを進めるために大事なのはもちろん動画のタイトルとかタグとかそれも大事なんですけども、動画の詳細欄、これを活用しましょう。ここに自分の動画の内容に関連している他の YouTuber の動画のリンク、これを載せましょう。だいたい3つから5つぐらいをピックアップして、それをリストみたいな感じで載せてあげるといいと思います。実際に動画を見に来てくれた人の気持ちになってもらったらわかると思うんですけど、まあ、動画を見ました、その下に同じようなトピックでね話している関連している動画があったらやっぱ嬉しいですよね、助かりますよね。そこでクリックする、そしてその他の YouTuber の動画に行く、こういう流れが出てくると YouTube もこのトラフィックのねこの流れを把握しているので、あ、この動画を見てる人は結構その後次にこの動画を見に行ってる、そういう流れを YouTube が把握してくると YouTube は関連動画としておすすめで、関連付けられた動画、その人の動画の関連動画に載せてくれるようになるわけです。これは本当決して悪いこととかではなくて、 YouTube っていうプラットフォーム独自のものかもしれないんですけども、他の YouTuber の動画そこと関連付けさせてあげることによってお互いがその動画をでお互いのチャンネルを伸ばしていくことってできるんですよ。このシステムは絶対活用した方がいいと思います。動画をただ単にアップしただけでは、その動画がいくらめちゃくちゃいい動画だったとしても、その動画単体でいろんな人の目につくように露出していくことってすごい難しいんですよ。でもこの一手間、確かに手間なんですよ。でもこの一手間を、動画をアップした後にこの一手間をかけてあげることによって、動画の詳細欄にちょっと情報を入れてあげる、それだけで動画の視聴回数がもっと増えるんだったら、これはやってみる価値あると思いません？価値あると思った人、ぜひ試してみてください。実際俺の動画の例でも見てもらったように、視聴回数の4分の1は関連動画から来ています。動画にコメントをくれてる皆さん、本当ありがとうございます。前にいただいている動画の一つをちょっと紹介させてください。カナダ政府の映像コンテストに入賞、選んだ撮影機材と入賞するために大事なことっていう動画にコメントをくれた広沢さん、どうもありがとうございます。出演者、機材、ロケーション、スタッフ、時間、セットら、限られたリソースを生かしていい動画にするコツがストーリーと B ロールですね。動画にはいろんな編集の手法も使われてて、めちゃめちゃ参考になりました。何度も見返してノウハウを盗みます。盗んでいいですよ、盗んでください。あまり説明されてないけど、子供たちの自然な表情やトークを引き出しているところに一番のりさんの凄さと魅力を感じてます。ありがとうございます。そこをメンションしてくれて、言ってくれてありがとうございます。確かにね、子供を演者さん、アクターで使う時って結構大変なんですよね。もうそこに気づいてもらっただけでも、もうめっちゃハッピーです。この動画みたいに動画制作のハウトゥーに関することもシェアしてるんで、興味ある人ぜひ他の動画も見てくださいね。広沢さん、コメントありがとうございます。さあ、動画の視聴回数を上げるための動画の詳細欄の使い方、わかりましたか？この詳細欄に載せる他の YouTuber の動画なんですけども、おすすめとしては、そうですね、だいたい登録者数が1000人から1万人ぐらいの今伸びてるチャンネル、その動画がいいと思います。その方がね、もちろんね、他のライバルも少ないので露出する機会っていうのはもっともっと高くなると思います。そしてなるべく新しい動画、5年前10年前の動画、いくら関連しててもそこを載せるよりも、そうですね、まあ俺の場合だいたい3年以内ぐらいを目安に、できれば1年以内ぐらいに作ってある動画、それを関連動画として載せています。以上、 YouTube で動画の再生回数を伸ばす方法と仕組みについて今日は説明してみました。この動画が良かったと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録まだしてない人、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。
このチャンネルでシェアしている YouTube に関することの他の動画、それから動画制作に関することの他の動画もプレイリストにまとめてるんで、よかったら他の動画も見ていってください。そして毎月第1土曜日の夜9時からはライブ配信もやってます。皆さんとなるべくねコミュニケーション取れるような形で動画制作とか YouTube に関することを何か話していければなと思いますので、時間がある人はぜひ第1土曜日の夜9時ライブ配信に遊びに来てください。 I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. Peace out.